声には人の体温があり物語がある。ラジオデイズ、ラジオの街で会いましょう。本日は2012年7月20日金曜日です。この番組は声と語りのダウンロードサイトラジオデイズが企画制作、キッコーマンとオリンパスイメージングの提供でお送りいたします。なお、このユーストリーム配信は暇な犬による映画のような中継、シネユーストでお届けいたします。そしてアシスタントは私、浜名美和子でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。さて、本日のパーソナリティは辛口コラムニストとしても、おなじみの小田島隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。辛口でもないです。さあ、そしてですね、本日のゲストは詩人の伊藤博美さんをお迎えしてお届けいたします。よろしくお願いします。小田島さんが伊藤さんとお会いするのは去年の、はい、ちょうど1年ぶりぐらいじゃないでしょうか。そうですね、ちょうど去年のすごく暑かった日に。そうですね、1年ぶりぐらいにラジマチに。今日よりずっと暑かったですよね。全然暑かったですね。でもあれね、確か9月なんですよ、ね、9月ですか。あ、9月でした。去年残暑が結構ね。そうなんですよ。なので、まあ、暑い日に、今日も暑いですけれどもね。そうですね、でも この間よりずっと楽ですね。どうぞお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。それではここでですね、簡単ですが伊藤博美さんのプロフィールを紹介させていただきます。伊藤博美さん、1955年東京生まれ、詩人でいらっしゃいます。80年代にかけての女性詩ブームをリードし、女性による詩のイメージを革新。1985年、良いおっぱい、悪いおっぱいで子育てエッセイという分野を開拓されました。1984年から熊本市に、1997年からアメリカ・カリフォルニア州に在住しつつ、熊本市とカリフォルニア間を往復していらっしゃいます。最近では古典やお経などの翻訳もされています。今日はそのあたりのお話もお伺いしたいと思っております。小田島さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではお二人のお話をお届けいたします。最初に豆乳を飲むんでしたっけ。なんか手順的にそうですよね。早く飲みたくて待ってるんです。そうなんです。この番組はですね、はい、キッコーマンさんの提供でお送りしています。はい、そんなわけでお二人にはキッコーマン気分ブランドの豆乳を飲んでいただきながらお話をしていただきたいと思っております。で、定番のね、調整豆乳のほか20種類以上のいろんなお味の豆乳があります。で、今日はお二人にちょっとね、まあ、迷われたと思うんですけれども、はい、ぜひ飲みたいという豆乳を選んでいただきました。小田島さんは。私はね、一回りぐらい飲んだ気がしてるんですけど、まだ飲んでなかったのがグレープフルーツ。あ、グレープフルーツいかがですか。あ、これちゃんとグレープフルーツの味がします。驚くべき、うん、果実をなんかこう丸ごと飲んでるような、うん、そういう感じですよね。粒とか入ってます。粒までは入ってないですけどね、うん、目粒って飲んだら分かんないぐらい、うん、そのものの味がします。そうですね、うん、豆乳だということが目つぶって飲んだら分かんないぐらい。グレープフルーツのさっぱりしたこの暑い日にはそうですね、ちょうどいいですよね。うん、さあ、そして伊藤博美さんは。私が選んだのはね、紅茶。あ、紅茶、うん、ですごく美味しかった。これ飲みやすいでしょ。あのアールグレーで、そうそうそう、それから抹茶、これもすごい抹茶で、はい、なんかドロッとした感じ。でそれから美味しい無調整豆乳。あ、3つも。いや、好きなんですよ。あ、そうなんですか。うん、アメリカってほら豆乳とか、カリフォルニアってそういえば割と豆腐名物だって言って、うん、つまりね、自慢するぐらいじゃないですか。あれでしょ、健康食でしょ。健康食みんな好きだから、豆腐っていうのは、まあ、至る所にあるんですよね。なんか30年ぐらい前に日本人が持ち込んだんですか、あれ。なんでしょうね。十数年前に行った時にね、うん、散々向こうの日本人に豆腐の講釈垂れられました。本当に。なんで俺そんなに教えられなきゃいけないんだろう。だってどこでも売ってますもん、豆腐は。そうなんですか、うん、どこでも売ってるんだけどね、時々ね、ハーブ入り豆腐とかね、なんかほんとゲーっていうのがあるの。そしてね、自然食レストランなんか行くと豆腐バーガーとか豆腐タコとか豆腐ブリートとか、なんかあれ大事なことは、ソイビーンズって言いましたっけ、うん、ソイ関係のものがたくさんありますよね。ありますね。ソイなんとかってね、最近割と流行ってるのがこんにゃくと豆腐を混ぜた白滝みたいなの、ほらパスタの代わりで、ああカロリーがないってわけですね。そうで、それが結構流行ってるんですよね。それにマヨネーズベタベタにして食うんですね、きっと、うん、でね、日本食結構ねマヨネーズとかね、トマトソースかけるんですよ。トマトソース、そう、マヨネーズは日本の味だから、
あ、そう。アメリカでは。あ、そうなんですか。そう、だから、うん、あのカリフォルニアロールとかってマヨネーズが入ってるでしょ。ええー。あれはね、日本的な。日本、あ、そうなんですか。へえ。一つ利口になりましたね。で、あとね、あのカリフォルニアで、あの日本食って結構ほら、なんか浸透してるでしょ。でね、すごく面白いのがね、甘酒って。甘酒って言うんですよね。甘酒売ってるの、それでね、それはいわゆる甘酒に、オートミールの粉とかアーモンドの粉がバニラとか入って、でゲロゲロって思うんだけど、ちゃんとね麹って書いてあるんですよ。あ、麹を使ってるんですか。ちゃんとした甘酒なんですよ。でね、最近流行ってるのが昆布茶っていうの。昆布茶ってあの昆布茶ですか。じゃないんです、これは。違うんですか。あのね、あのボトルに入ってて、調べたのね、私ウィキペディアで、ちょっと昆布茶って調べたら紅茶キノコな。紅茶キノコ。そう、あの20年ぐらい前、70年代にやりませんでした。ね、親がやってましたよね。親がやってましたよね。だいたいおっちょこちょのようにみんなやってた。うちをね、だからおばさん家でやってるとかあっちでやってるとか言って、でうちにこう瓶があってね、で私はもう気持ち悪がって飲まなかったんだけど、あれが今カリフォルニアで昆布茶っつって、あれが一回りして渡ってましたか。でそれもね、健康食に力を入れてるスーパーでもうどこでもあるんですよ。ああ、そうなんですか。うわ、で美味しいのこれが。あ、そうなんですか。はい、ザクラ味とかね、レモン味とか生姜味とか、あの割と工夫なくどんどん大きくなるから、やっぱり嬉しいんですかね、作ってる人たち。いや、あれね、だから機械、二人ってほらちゃんとした工場で作って、私たちが買ってくるのはこうボトルでしょ、高いんですよ、3、400円するんですよね。で、あんまり高いから私作ってみた。で瓶に入れてそれを半分ぐらい入れて、で紅茶入れて、で息ができるように布巾で蓋するんですよね。で2週間、そしたらね、ちゃんとこう菌ができてきて、できてきて、すっごい可愛いんですよね。すっごく面白い。菌のやつって面白いですよね。面白いです、育ってる感じで、ね、不思議な。私昔菌はやったことないけど、もやしやったことあって、あのちゃんとできるんだけど、食べるとものすごいまずいんですよね。なぜでしょうね。あれで、その育てる過程が可愛いでしょ。そうそう。で名前つけました。名前まではつけなかったけどね、でもあの毎日のぞくで見すぎるからいけない、本当は光当てないようにしなきゃいけないんだけど、でもどれぐらい伸びたか見たくて、何回も何回も見てるうちにちょっと緑色っぽくなってきて。へ、で市販品よりまずい。うん、なんかね、アルファルファの変な種のやつだったけど、なんか、あの食べてるとなんていうの、羊みたいな気持ちになりましたよ。あ、それ単にそうです、嫌いだとか。あ、そもそもあんまり好きじゃない。好きじゃないでしょ。うん、そういえばそうだ。昆布茶やってごらんなさい。昆布茶って面白いから。紅茶キノコ。そうそうそう。もう本当に可愛くって、私ね作るのは好きなんですよ、昔ね漬物もあの結構やったんですよ、本買ってきて。へ、だけど食べるのが嫌でね。嫌い。嫌いなんですよ。なんで。それで多分子供の頃からあんま好きじゃなかったんですよ。じゃあ好きなの作んないと、で人にいろいろ勧めるんだけど誰も食べてくんなくてね、だからやめちゃいました。何、どんな漬物ですか。あのね、パン床でぬか漬けができるよと臭くなくていいよっていうのが本に載ってて。あ、じゃあ乳酸発酵だ。そう、乳酸発酵で、これは素晴らしいと思ってやったんだけど、パン臭くて気持ち悪かったんですよ。あとなんかパンに選ばなきゃいけないんでしょうけど、パンってバターが練り込んであったり、なんか油分がちょっと入ってるじゃないですか。入ってますよね。すごく油っこい、あの気持ちの悪いぬか漬けができてきてね、でそれも結構大量にできてきて、全部捨てましたけど。なんでそれをやろうと始めたんですか。いや、なんかああいうものをあの育てたり作ったりするのことは好きなんですよ。なんで漬物。いや、うちメダカかなんか飼ってる、思ってる。あ、そう、あのああいう生き物も好きですけど、室内で飼えてあんまり場所取らなくて、少しずつ育っていくようなものは大体好きなんです。なんか可愛いわね、その小田島さんのそのこの精神構造が、なんかほら、そういうの好きだったでしょ、子供の時から。そうそうそう、もうあの理科の第二分野のああいうところですよ。ですよね。あのなんとかさ、あの水栽培セットでグラジオラスの球根みたいなやつ、ああいうのは必ず小学校の時の理科ですよね。そうです。あの辺が出来が良かったのが自分で優等生だと思って勘違いした。あれですね、あの観察日記みたいなのにもすごく細密なやつを、先生に褒められるやつを書いてましたよ。ますますなんか可愛い小学生中学生高校生だったのね。だから去年話した時には、第4学区で盛り上がったじゃないですか、同じ校区なんですよね、私ね。だからなんか想像できちゃうわ。いや、でもなんかこの間の私印象に残ってるのは、なんかね、赤羽の話をしたら、あそこは土左衛門が流れ着くところだからっていうふうに、そういう総括をされたのが、私、そうおっしゃってましたよ。言ってました。言ってました。
記憶にありません。で、自分の方はなんか、うん、あの中山道が私板橋だもん。で中山道っていうのは要するに江戸の文化の一つ の, あの流れの中にあるから、赤羽屋もそこから暴流で外れてるからって。やっぱりここで北区と板橋は違うでしょう。ほらそういうことを言う。まあ違うっちゃ違うんですけどね。あの、うん、でも文化って言ってもこっちには文化発るところなんですけど、うん、あの板橋区の文化っていうとなんかこう遊郭とかそっちの方の、ね、うん、なんかね流れついて、うん、尾羽内からしい、もうこれ以上貧乏になれないような感じで板橋ですよね。で、あの遊郭でもちゃんと何でしょうね、あの遊郭の格子戸があってそっちの中にいる人たちじゃなくて与鷹とかそういう、そう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 、そっちのでしょ、どちらかというと飛びとこう渡って、な、いやもうやめましょうよ、なんかその辺の話は。でもあ、そうそう、あの今日は古典の話をしようっていう話だったんで、うん、結構格調の高い話をしようということを私は決意してきて、つまり高校の時から北条記とか読んでたんでしょ、うん、そうだから唯一あの高校の時に熱心に学んだのが古典だ、学んだってことじゃないですけど自分の中で、うん、あの学校で勉強する気持ちになれたのが古典ぐらいだったんじゃないかなと。そう、あ、やっぱそうですか、はい、よかったですよね、ね、うん、なんでまた北条記、あれはつまんなかったですよ。いや北条記も面白いじゃない。どういうところが、だってなんかルポルタージュみたいで、あのなんていうんだ、どこどこで、そうね、今になってみたら面白いと思う。あのなんで、あの地震の話、地震があって、うん、こんなにあれして大変だったんだとか、うんうんうん、であのじいさんがすごくあの山奥に引っ込んで俺はもうこれでいいんだってすごくひのみっぽいことぐじぐじ言ってたでしょ、うんうんうん、あれがね心に染みたんですよね、きっと。今見るとなんて神器臭い話だって思うけど、うん、あの16、17の頃やっぱり世を拗ねた気持ちがあったんだと思うんですよ。拗ねてましたね、うん、なこういろいろと悩みがある高校生だった。悩みっていうよりもちょっとあの優等生のつもりで高校に入ったのに全然そうじゃなかったことが分かってちょっと気持ちがくじけてたんだと思うんですよ、うん、あのそんなあの生きる半分だとかそんな高級なもんじゃなくて自分のエリート意識が潰されてあのチェッつまんねえやみたいなぐらいな感じですよ。すっごいおかげ、私も同じような気持ちで古典に、つまりほら誰も古典の本とかって読んでないでしょ、うん、で英語とか超できなかったから、うん、その頃、うん、で英語ができなくて数学ができなくて、うん、科学ももう全滅で何もできなくて、で唯一逃げどころが古典の本を読むってことだったんですよね、うん、で古典って不思議だけど生まれつきセンスのある子とセンスのない子があるんですよね。本当にじゃなかったですか。私は生まれつきセンスがあると思いましたけど、あのなんか初めて読んで、うん、全然何が何だか分かんないっていう子たちが多分うちぐらいの高校でも半数ぐらいいるんですよ。へえ。でなんとなく気持ちは分かるよぐらいから入れる子がまた残りの半分ぐらいいて、うん、あ、そういうもんかしら、うん、私はそっちの組だった。私はね、あれって日本語だから、うん、あの英語と違ってじーっと見てれば分かるなと思ってたんですよ、ね、それはセンスがあった。センスがあったの、うん、私もね多分センスというかあのうちで読んでた本、子供の頃読んでた本が、うん、なんかあのなんか旧仮名遣いだったんですよ。うちの親父が、若い頃貧乏して本を読みたいと思ったんだけど読めないぐらい貧乏だったと、うん、でちょっと生活に余裕ができた時にあのなんでしょうね、あの力んで全紙を買っちゃったのが旧仮名遣いの紙のボロボロの戦後間もない頃の昭和文学なんとか全集ってやつ、うん、でそれを私うちに本なんてそれぐらいしかなかったから、うん、でうちの親父とかってあの教養に憧れはあるけれども教養はない人で、うん、あのお金で買っちゃうけど読むまでの力量はなく、うん、で全集はあるけど他の本は一切ないっていう、そういう方って昔ありがちだったでしょ。うちに帰ると全集しかないって言って全集読むほかに読むものがないって言うんで、うん、で読んでたわけね。読んでたんですよ。で結構旧仮名ってなんていうことなく読めちゃうじゃないですか、うんうん、あこれはきっとこういうことなんだなって誰に習ったわけでもないんだけど旧仮名のものって読めたんですよ、うん、で旧仮名さえ克服すれば古典ってそんなにまるっきり読めないもんでもないですよね。ですね。私は高校の時とかって本当にシャイで、うん、人付き合いも良くなかったし、うちにこう閉じこもってる子供だったのね。でその時にやっぱりでも興味があったのはセックスですよね。でね、なんかねやらしいものないかって探したんですよ。
で、古典にあるんですか？あるんですよ。あのね、鳥飼婆屋物語とかってね、やらしいらしいとかって聞いて、一生懸命読んだんですよ。平安時代のね、男の子と女の子がね、こう鳥飼いちゃう話、あの役目をね、うん、だからまあ